はい、おはようございます。小平です。本日もですね、日本の、福井県から、お送りしております。はい、今ね、ちょっと福井県 の小さなあのジム行ってたんですけれども、まあ帰国してから結構頻繁に通ってるんですよね。でまあもうお腹が、ペコペコなわけです。ほんでね、まあ、このタイミングを見計らって、あの日本に帰ったらあのぜひちょっと行ってみたいところ、昔ねよく行ってたところ、まあ、18年ぶりに、日本 の吉野家、はい、あのね、あの吉野家に行ってね、まあアメリカとの違いね、その値段とかね、美味しさとか、まあそれをね比べてみたいなと、まあいう動画になります。はい、まあ去年ですね、僕アメリカの吉野家、まあ行ったんで、もしねあの見られてない方いたら、その動画最初に見られた方がいいかもしれません。はい、まあむちゃくちゃ楽しみなんですよね。ほんでよくアメリカ在住の日本人でも、日本の吉野家ってその物価を表すのに、まあいい指標になるって言いますかね、まあ、日本の吉野家はだいたいこれぐらいで食べれるぞってよく話題になったりするんですよね。でまあ実際今どれぐらいの金額になってるのかなとか、まあちょっと興味もあるし、18年ぶりに、行ってみたいと思います。はい、ちょっとね、あの一つだけ、あのご紹介させてください。はい、僕のちょっと母校になるんですけれども、あの敦賀気比高校という、はい、一応高校出てるんですよ。いや、お前の母校、まあ別に興味ないぞと、まあ思われるかもしれないんですけれども、まあ一応ね、今めちゃくちゃ、世界で活躍されてる有名な人がいるんで、ちょっと一言だけ言いたいなと思って、まあ誰がね、あの出てるかっていうと、あのメジャーリーグで活躍されてる、あの吉田選手もね、あの出ている高校なんですよ。で、まあそれをちょっとただ言いたいなと、まあ言うだけなんですよね。野球が、まあ吉田さん以外にもね、日本のプロ野球で活躍されてる方、あのいっぱいいるんですけれども、まあ一応ここの、高校、出た感じです。まあそれだけです。はい、ではね、ちょっと僕の愛車、はい、あるんで、これね買ったやつ乗って、今から吉野家に、まあ、自転車で 2,30 分はかかるかな。はい、ではね、行きたいと思います。はい、ではね、着きました。はい、楽しみですね。あ、なんか昔と、ちょっとデザイン変わってるような感じがします、18年前と。はい、お、すごいメニューもなんか立派になってる。はい、僕が頼んだのはこの牛丼の鍋波で、なんか肉だくって今あるんですね。肉だく168円で、そしてこのポテトサラダに、なんかプラス130円するとなんか豚汁にできるみたいなんで、それにしました。はい、まあそれ、まあ、いろいろセットつけたんですけど、それでもやっぱパッとこう見た感じでもなかなかお買い得、お安いですよね。うん、あ、そうか、こういうのもできるんか。あ、こ特盛りとかにすればよかったですね。あ、まあいいでしょう。はい、あとちょっと興味深いのがこのなんか朝給セット450円、いい値段ですね。それとなんか今これ知らんかった、このカレーがあってるんですね。カレーとさらにうなぎ、これむちゃくちゃ驚きです。まあ、アメリカ在住の方びっくりされるんじゃないでしょうか。うなぎはね、そこそこの値段しますけど、でもいいですよね。あの、お水がね、こう置いてあるの嬉しいですよね。僕あの、水めっちゃ飲むんで。ではね、いただいてみたいと思います。文句のつけようがないですね。これは七味かな。最高にうまい。ちょっと豚汁も、
最高。ちょっとあの特盛りにすればよかったですね。はい、普通のナミを頼んだんですよ。あ、でも美味しい。あのこれちょっと値段出して豚汁だったら絶対豚汁の方がいいですね。あのコクがあって美味しい。でね、あのサラダもね普通に美味しいですよ。あのごまドレッシングつけてもらいました。あのポテトサラダってアメリカあんまりないんですよ。だから今帰ってる時にいっぱい食べてる。いやちょっとね、今日もちょっと物申させてもらっていいですか。僕はもう軽く怒ってますね。はい、またねちょっと、今自転車乗って自宅の近くのちょっと海でまたちょっとお話ししたいと思います。美味しい。あのねドラッグストアで買ったんですよ。あの1個これ1個105円って、あの税を込みでのアメリカじゃ考えられない金額。もうすぐ買っちゃいます。今ね毎日餅食べてるんですよ。今日ね、あのまあ吉野家さん、日本の吉野家の牛丼、まあ18年ぶりにまあ食べた感想なんですけれども、まあ怒ってるっていうか、まあ一つねやっぱちょっと言いたいことがあるんですよ。でまずね、あの味の方から言わせてください。味、まあアメリカのね吉野家の牛丼見られた方いらっしゃるかもしれないんですけど、まああれとね、あの日本の吉野家、まあ見た目は一緒なんですが、ちょっとね味がねやっぱりちょっと違う。でじゃあどういう風に違うかっていうと、日本の方はなんかやっぱりそのつゆっていうか、お肉にしてもその染み込んでるなんていうか出汁、それがやっぱコクがあるっていうか和の味がやっぱするんですよね。じゃあアメリカはどうかっていうと、なんかパサパサ感がある、その日本のに比べるとですよ。であれを一言言いたいのは、もし日本の牛丼みたいにでアメリカもなったらいいなっていう味がもうなるようにしてるのかな。なんかねちょっと日本のと比べるとアメリカの方はちょっとパサパサして、もうちょっと和のテイストがあったらいいんじゃないのかなと思うんですけど、そうするとアメリカ人好まないのかな、どうなんでしょうね。まあそれをねちょっと、まあ吉野家さんできたらねやってくれたら嬉しいなと思ったんですよね。まあ何でもね一緒にするのはやっぱ難しいとは思うんですけれども、やっぱ玉ねぎとかにしても日本の玉ねぎとやっぱアメリカの玉ねぎとはちょっと甘みがやっぱ違うんですよね。そういうのもやっぱ影響してるのかもしれないですね。はい。で、ただですね、あの値段の方、まあ、今回僕がね、あの食べたのは、1003円ですね。1003円。なんで、まあ、アメリカドルだと、まあ、7ドル、たった7ドルなんですけど、まあ、この辺はね、あの物価の面もあるんで、まあ、多少、やっぱしょうがないのかなと、思いました。やっぱアメリカの方はね、その店舗の、まあ、お家賃とかもすっごい高いですから、やっぱりその辺は日本で比べてもはるかに高いと思うんで、まあ、しょうがないのかなと思ったんですけれども、やっぱそれにしても、やっぱお値段、多分ね、吉野家よく行かれてる方にすると、1000円超えるとちょっと高いって思われるかもしれないんですけど、まあ、僕ほら、あの、豚汁とかちょっとお値段足してつけたりとか、ポテトサラダつけたりとか、で、あとね、お肉をちょっとエキストラ、まあ、余分に、ちょっとつけてもらったんですよね。肉だくって言ったかな、うん、それも入れて、まあ、1003円ですから、はっきり言って僕は、むちゃくちゃお得でした。でね、もう一つ言うと、ちょっと豚汁っていうのが、あの、アメリカないんです。あることはあるんですけど、少ないんですよね。豚汁を出してる、提供しているレストランが。もちろんね、まあ、アメリカの吉野家も、まあ、ないでしょうけれども、あれは、アメリカ人に好まれないんかな、どうなんやろ。僕、豚汁むちゃくちゃ好きなんですよ。で、もう、かなり満足できました。今日の、
吉野家さん、もう牛丼も美味しかったし、豚汁も美味しかったし、もうね、明日にでも、また毎日でもね、行きたいなと、思った感じです。はい、またですね、ちょっと、まあ僕のね、今、まあ日本に帰ってきてるものですから、まあね、ちょっと日本とアメリカの比較とか、その物価の比較とかね、まあ自分のちょっと食べたいものも含めながら、ちょっと Vlog 的な動画もね、増えるかもしれませんが、またね、ご視聴していただけると嬉しいです。はい、ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。はい、今ね、ここちょっとトンビがよく飛ぶ場所で、まあ、前回もね、ファミリーマートでちょっと撮られたんですけど、まあ、食べてると多分持ってかれそうなんでね、これちょっとまた家帰って、大好きな桜餅食べたいと思います。